きチャンネル。こんにちは。こんにちは。2023年 DeNA 総括&来季の課題というね、はい、ところで今季は3位、うん、74勝66敗、うん、貯金8、はい、一瞬いけるかなと思ってよね。交流戦優勝したあたりとか、いや、あ、結構いけるかもって行くんちゃうかと思って、うん、東もいい、今永いい、はい、だからバウアーの離脱けが痛かったな。痛かったですね。あれいたら、うん、2位は 100% だったね。いけましたね、うんうん、ワンチャンね。しかもあの阪神が DeNA に13勝12敗で貯金1しかできてないから、うん、そうなんだ。だからその DeNA がクライマックス上がってこられる方が阪神は嫌だったらしい、うん、はい、そこで、うん、まあ、広島に負けちゃったんだけども、うん、バウアーいたらな。そうですね、うん、なんか最後 最後でしたなんか DeNA が連勝して阪神が負けて、うん、おえみたいな、うん、そうそうそう、ね、あったからね。まあその中でね、成績でいうとチーム打率2割4分の4厘、こちら阪神と一緒、はい、で2位、うん、で、ホームラン105本は、3位、うん、で、OPS673 は阪神に次いで4位か、うん、ね、で得点圏打率2割7分5厘は1位、うん、で、でもフォアボールがね377と少ないんだよね、4位。盗塁が33個と少ないんだよ、うん、一番少ない、はい、一番少ないのに成功率も5割5分クリーンと一番悪い、うん、でバントの数は106個で2番目に多いけども、うん、バント成功率が7割4分6厘で一番悪い、うん、で犠牲フライ31本と3位、うん、で代打成功率2割2分クリーンで、2位、でエラーが69個で2番目に少ない、うん、三振846個でダント少ない、はい、簡単だね、うん、もうこれもう中日と一緒です。中日と一緒、泣かぬなら泣くまで待とうホットドキスなんて、うん、わ、作戦動いたらアウト、はい、盗塁も成功率めっちゃ悪いし、うん、バントしても成功できんし、うん、動いたらアウトだから、はい、もう待ってます。だからもう、うん、よくシーズン中よく言ってたけど、はい、打ったら勝つけど、うん、打てなきゃ負ける、うん、作戦なし、はい、脆いこれです。でだって首位打者いて、うん、打点王まあキーんだよ、はい、そうで、ね、まあ、3位っていうところだから、やっぱそこら辺もっと作戦面がちゃんとできてたら、うん、もっと上位やったよね。もったいないよ ね、ポテンシャル高いだけにね、なんかもっといけた気がしますよね。やっぱ泣くまで待とうになってる時点で、うん、ね、首位打者でも3割だからね、うん、3割ちょいだから、うん、半分以上アウトになるから、そこら辺もちょっとベンチはうまくね、うん、ちょっとしなきゃいけなかった、はい、で、投手部門、うん、防御率 3.16 は3位、うん、先発防御率 3.14、こちらは3位、うん、で救援防御率 3.19、こちらが4位、うん、2本塁打118本は3位、はい、でフォアボールの数333個は、2番目に少なくて、うん、でデッドボール43個も2番目に少ない、うん、で被打率2割4分3厘は、2番目に打たれてる、うん、でクオリティスタート率 54.55% は、4位、うん、で援護率 3.57 は2位、うん、だから意外と援護もちゃんとしてくれてるけども結構打たれてるね、うん、何気に ね、 そうですね。だからいい悪いがはっきりしてるのかもしれない、うん、正直、うんうん、だからその中で言うとピッチャー東ね、はい、1.98、16勝3敗、うん、すごい。で、まあ、今中がね前半いなかったのが痛かったんだけども、うん、22試合登板7勝4敗、うん、防御率 2.80、うん、でなんといってもバウアー、はい、ね、19試合登板10勝4敗 2.76、うん、だここのやっぱ3本柱は大きかったね、うん、そうですね、うん、シーズン前ってバウアー投手本当に投げるのかみたいなこうね、うん、そうそうそうでしたけど、うん、本当にいい活躍でしたね、うん、あと大貫がね13試合5勝4敗 2.95、うん、いいんだけどやっぱちょっとねコンディションフォローもあったのか、うん、ちょっと登板機会がね、そうですね、少ないっていう、はい、ところもあるし、浜口も14試合で3勝7敗、うん、で上座台はね前もちょっとやったけど46試合、うん、5勝3敗 2.11、うん、まあ、ここはリリーフがね多かったで、ガゼルマン13試合3勝5敗 4.45、うん、こちらはね来季契約せず、はい、っていうところで、で平11試合で4勝4敗 3.49、うん、あー分かっちゃった、分かっちゃった、うん、バウアー、アズマ、今中以来いない先発が苦しい、だそこが、うん、いいのに、うん、悪い数字がいっぱい集まっちゃうから、あなんか被打率高いなとか、うん、だからここやっぱいいのと良くないのの成績が差が激しすぎて、三強が良すぎてその他が、そうそう、だからその三強ばっかりメイクから、うん、いいのにそれってなっちゃうのは、うん、こっちが数字悪くしてるね、うん、
守護神は伊勢がね58試合と 3.22、はい、三島27試合で 4.84、うん、山崎康明49試合で 4.37、うん、ね、入江32試合で 2.70、うん、ウェンデルケン61試合で 1.66、 ウェンデルケンはね来年も契約、はい、エスコバは40試合で 4.55、 こちらはね、自由契約、はい、てかまあアメリカにね移籍っていう、うん、で森原46試合で 2.32、うん、途中からね守護神 で石川28試合で 1.97、うん、っていうところでちょっと全体的にやっぱりね、うん、数字が悪いよね数字が、うん、だ頑張ってるんだけど、うん、やっぱりちょこちょこ取りこぼしあるんだろうね。そうですね、うん、でそこが結局はちょっと3位っていうところの勝ち星の取りこぼしにもつながって、うん、もう一個一回いけなかったところと、うん、やっぱバウアーの離脱。そうですね、うん、で野手でいうと、はい、まあ、外ね2割3分4厘14本塁で50打点こちらはまあね、うん、契約せずっていうね、はい、でまあ、セカンドの負けはねタイトル取ってさすがだね、はい、2割9分3厘29本塁で103打点、はい、で、サード宮崎、首位打者っていうねベテランがね、うん、ところで3割2分6厘20本塁で71打点、うん、ショートがまあ流動的なんだよね、強打が出たり大和が出たりっていうね、はい、ところ でキャッチャーね山本2割7分7厘結構打ったよな、はい、うん、しかもなんかあの東とかヒーローインタビューで結構いじったりしながらね、うん、山本のおかげでっていうね、はい、ところではよくね山本も頑張ったかなっていうね。だから森の怪我もちょっと成長過程では痛かったよな、うん、もうちょっとここで今ね実戦経験積みたかったところもあるけどね、はい、で外野が桑原2割5分2厘、うん、オースティン2割7分7厘だけど、オースティンいつちゃんと試合出れる。そうですね、なんかもうここ数年ずっとなんかいないイメージの方が強いですよね。関根2割6分1厘頑張ったね、うん、関根はね今年は元気でしたね。で佐野が2割6分4厘10番、うん、だから佐野がちょっとそうですね、佐野にしては低かったなっていうね、3割打って当たり前ぐらいの感覚がね佐野選手にはありますからね、があるけどもね、うん、でもそう考えてもやっぱ結果的に言うと、うん、やっぱりいい選手とそうじゃない選手の差が激しかったから、いい選手がだから結局そのいい選手が打ったら勝てるけど打てなきゃ負けるみたいになってるから、うん、はい、そこら辺がちょっともろかったところなのかな。もう一つ優勝に行くっていうところでは手が届かなかったところかなっていうね。そうですね、やっぱ打てないとあれ、うん、全然勝てないって、ね、うん、なってましたからね。だから来季の課題で言うと、うん、はい、あの無鉄砲な盗塁はやめましょうっていう、はい、あのやっぱ成功率が低すぎるから、これはそうですね、うん、ちょっとね、うん、いくらなんでも盗塁成功率5割5分9厘というか2回に1回アウトになってんねん で、うん、でしかも盗塁の企画59個はセリーグで一番少ないのよ、はい、で盗塁の数33も一番少ないわけやろ、うん、企画しない割に走ったら2割の確率、5割の確率でアウトはリスク高すぎる、はい、そうですね、その作戦はなっちゃうんですもんね、うん、それはリスク高すぎる、うん、あとバントしに行ってんのに、はい、バントの比較数140には一番多いのよ、うん、で106個もバントも多いのよ、はい、でもここ見たら36回バント失敗してんのよ、うん、で7割4分6厘で一番成功、唯一の7割だからね、はい、ちょっともったいなさすぎますね。だからもうやることが作戦がもったいなさすぎる、うん、でそれをできない選手がいるんだったらもっと練習させなきゃいけないし、うん、それはもう無鉄砲な5割アウトになるような盗塁しちゃダメ、うん、もったいない、うん、それだったらもうバキとかの長距離砲とかにかけてね、うん、玉砕覚悟しないで、もう動かない逆にね、玉砕覚悟でも 50% アウトはちょっとリスク高すぎるね、うん、そうですね、うん、無駄に動くっていうチャンス潰してるからね、うん、はい、でバンドはもっとちゃんとしてチャンスを、うん、無駄にチャンス潰してチャンス広げられないってもうどうすんねんっていう、うん、それこそ打つだけになっちゃうから、はい、まあ、そこら辺はもっと練習しなきゃいけないね、うん、で来季に向けては、はい、今永はいなくなるわけでしょ、はい、でバウアーが微妙でしょ、3本柱の2人が、あずま1人よ、あれ補強は、補強はまだ発表されてないんだよね、あの目立ったところで言うと先発に入る人、うん、あしかもドラフト1位も渡来君か、うん、そうそうそう、外野だよね、だからファースト外がいないくなったから、うん、そうです、佐野がファーストに来るっていうことは十分考えられるから、うんうん、はい、だからそこで、まあ、渡来が出るところがねあると思うけども、はい、ね、で2位が松本、はい、ピッチャーね、あでも先発いける感じの即戦力ですよね、で3位は高校生、はい、武田君、で4位が内野手石川君、うん、で5位が石田君ピッチャーで、6位が井上君っていうところだから、はい、もうこの石田とこの松本、松本君、この両選手がどこまで入ってくるかにもよるし、うん、ちょっと厳しいんちゃうかっていう来年、 あれですね、あの森投手、うん、森友投手、うん、じゃあそれでも森投手は後ろですかね、
いや前もおらへんからな、まあ、だからおらん方行くんちゃう、うん、そうですね、小園が出てこないからですかね、あ小園健太投手ね、そうですね、もうどんどん出てきてんだからね、うん、山下俊平だとかね、そうですね、じゃんじゃん出てきて、宮城、うん、みんな出てきてんねんから、高卒やっぱ早い人2年目ぐらいからね、うん、グッときますからね、その年代ではね、もうそろそろローテーション守れなくても、うん、存在感を見せつけなきゃいけないよな、うん、そういった意味ではね、いるぞっていうね、だってあの時のドラフトでいうと一番いいぐらいのな、ね、まあ評判だったからね、うんうん、ドラフトの中ではね、そうですね、あとはもうピッチャーやな、ちょっと人数苦しいですね、しかもいい天井人を抜けてるから、はい、それを補うのは、うん、なかなか難しいから、うん、これはもっと来季今季以上に、はい、あの打ち勝たなきゃいけなくなってくるから、うん、そのためにはやっぱその作戦面もう一回ちゃんと、はい、もう一回やり直そう、うん、そこら辺は、はい、あとはもうそのルーキー2人とか、うん、その新しい投手陣出てくるのを待っていくしかないね、はい、あとまあ外国人補強がまだこれからあるか、そうだね、うんうん、ウェンデルケンだけだからね、はい、オースティンと、うん、まあ、ウェンデルケンは後ろだろうけども、まあ、やっぱ前ひょっとしたら2人ぐらい取ってくる可能性はね十分あるんでね、うん、まあ、そこら辺を見極めながらっていうところですけども、はい、DeNA の判断さんどうでしたか。